なんかこれ食べるの忘れててね、賞味期限切れてましたわ。去年の11月に2ヶ月も切れとるやないか。お疲れ様でございます。今回ねこちら日清中華汁なし担々麺大盛りたっぷり 360g、 これね電子レンジだけでできるらしいんですよ。今回こちらを調理していきたいなというふうに思います。調理って言うんですかこれ。ちょっとねだいぶ前に買っといて冷凍庫に入れて食べるの忘れてたんですよ。これ、ね、600ワットで6分って書いてますね。これを上にして6分いきましょうか。あ、違う。600ワットで6分。角皿は。こんだけですか。待って、おかしい。ちょっと待って、これ袋開けんとあかんのか。穴開いてるやん。わ、あかん。袋出さんとあかんのか。しました。袋から出さんとあかんかったみたいです。読んでなかったわ。ちゃんと読んでなかった。内袋のままって、ここの中の袋を出して、そういうことやったんですね。読んでなかったわ。できました。できた？ちょっと早いか。あ、ちょっと早い。最後こちらにこれですかね、付属の唐辛子をかけるみたいですね。これをかけて、あ、なんか辛そうやな。うわ辛そうや。うわめっちゃ多いやん。こんだけでやめとこう。うわめっちゃ粉末が、うわ絶対辛いで。今日の晩ご飯はこちらですね。ベイクドポテトと担々麺とスープです。レンジだけでできるのがありがたいな。ちょっといただいていきましょうか。辛そうやな。失敗したな。内袋を出して600ワットで6分でしたね。あ、美味しいやん。あ、これ楽やな。汁なし担々麺でした。あ、そんなめっちゃ辛いわけではないな。ええ感じの辛さや。これ動画にする必要あったんですかね。以上で終わります。あ、皿がめちゃくちゃ熱いわ。ということはこのベイクドポテトめちゃくちゃ熱になってるやん。いや、そんなことはなかった。何の動画やったんですか。これ動画撮る必要ありました。汁なし担々麺の紹介でした。サブ最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。あかん、これこの動画一回か噛みました。噛んだとこが、あ、ご飯を食べる時に噛みました。その噛むじゃないわ。